カフタンカフタンはトルコの民族衣装。基本の形状は長袖、合わせ仕立ての長い前開きのガウンで、オスマン帝国の流星期には、毛皮で裏打ちしたものや、袖なしで別のカフタンの上から羽織るものも登場している。女性向けのドテラのものもあるが基本は朝着細に近い、袖の男性服である。スルタンの衣装として、トップカップ宮殿などには、 エンジムシなどを用いたヒーローなど鮮やかな色の絹の、綴り折りに高価な毛皮で裏地をつけ、金紙などで優美な植物文様を織り出したカフタンが保存されているが、近代化制作の影響で現在は、街中でカフタン姿はほとんどと呼ばれる非常に、ゆったりしたズボンを合わせる。こちらは、男女共通であって、女性のブラウスにシャルワールを合わせる装いよ、英米では、俗称で、 ハーレムスタイルという。なお、西アフリカにおいては、男性用の衣装として似た形状のブーブーが着られている。カフタンは、文化人類学の分野では、和服や寒服、または、競技のローブやガウンと同じ全開長位型に分類される衣装である。カフタンは、気温が高く、砂地が多い地域に適応したもので、体を覆う部分は多いものの緩やかな仕立てで、 風通しを良くし強い日差しから皮膚を守る。ありがとうございます。